発信門、王子。鳥居越しに社殿を望む。発信門、王子社殿発信門、王子非発信門、王子は、和歌山県田辺市元宮町の神社旧市。九十九王子の一つで、五体王子の一つに数えられた。国の史跡、熊野山景道の一部。南無坊同士と共に、県指定史跡。三越峠から大人し川源流の谷川沿いを進み、井上王子を過ぎると、 三景道は、坂道となり、谷を離れる。小景流を横目に、シダの茂る坂道を登り切り、鳥居をくぐったところで、発新門王子のシャチが目に入ってくる。発新門という語は、山岳信仰における四門修行に由来する。四門修行においては、三条の聖地に至る間に星、修行、当岳、明覚の四つの門を設け、 それらを通り抜けることによって、悟りが開かれると説かれた。この時、発信とは、初母大臣、すなわち仏道に入り、修行への志を固めることを意味する。すなわち、発信門とは聖域への入り口を意味しているのである。天人二年の藤原宗忠の三景記は、ここに大鳥居があり、三景の人々はその前で払いをして、鳥居をくぐったと伝えている。 発信門とは本来は、字のごとく老門であるが、ここでは鳥居であり、そのそばにあったことから、発信門王子の名が与えられた。この発信門王子の古くの様子を詳しく伝えるのが、県人元年の藤原定家の三景記である。定家ら後鳥羽の一行の三景は、晩秋から初頭にかけてである。定が伝えるところによれば、この王子の舎は思わず信人をかき立てられるほどに、 高々しく、さらに社殿の周囲に隙間なく、生い茂った木々が皆紅葉し、風が紅葉を舞い散らして境内に散る、荘厳で美しい様を伝えている。このように12世紀初めには知られるようになった、星新門王子だが、五代王子の一つとして知られるようになるのは14世紀頃までおり、忍那地蔵の熊の演技に初めて五代王子として記載された。その後、 熊野参りの彗星と共に退典したとみられ、元禄年間に表された知識、気難を知るべきは、星神門は昔の門の後で他にも四つの門が揃っていたとする説を唱えている。だが、四つの門が揃っていたとする説を裏付ける記録は他に見当たらず、江戸時代に盛んになった主言道の知識が事後的に腐敗されたものであろう。さらに時代が下って、貴族風土時は、 かつては重要な社であったが中世にはすでに退転しており、教皇年間に当時の奇襲藩の命令で再建され、元宮大社の末社となったと伝えている。しかし、その頃には湯の峰と三越峠を直結する赤木越にメインルートがすでに移っており、再び錆びれていった。なお、俗風土器には、星新門の鳥居の位置が中世と近世では異なり、 移動させられていることを伺わせる記述がある。1907年に、元宮町萩の三里神社に合衆廃絶され、その際に社殿として移築されたとの記録があることから、社殿は残っていたようである。この合衆に際して、王子神社医師の石碑が建てられ、現存している。現在の社殿は1990年に再建された、ものである。南無坊堂または、南無坊宅。 発新門王子の候補あったニアンで、邸家はここに宿を取っている。道中の宿所の悪さに悩まされた、定家もここでは、まともな宿所を得られたことを喜んでいる。この頃の参景者の習俗として、同社に落書きをすることがしばしば行われており、定家も発新門の柱や道に歌を書きつけたが、後から、ナムバンがそうした参景者の振る舞いを嫌っていると知って、罰の悪い思いをしている。 現在は第一条の土地がわずかに整えられ、説明板が立てられている。ありがとうございます。